りはここの壁につけるんですね。高いからはしごを使って。わあ、足が滑りました。このドジ、説明書で見たやつっす。どりゃあ、はしごからの落下時に生じる歓声を利用して逆に壁の校舎に飾りを叩きつけたの。ちゃんとくっついてますね。本来の作業時間より10分短縮です。今度は皆さんの洗濯物を洗います。って、間違えて洗剤を全部注いじゃいました。このドジ、説明書で見たやつだ。というわけで、もっと大きな洗濯桶と洗濯物を村中からかき集めてきたぜ。俺なら洗剤も無駄にならないし、みんなも手間が省けるだろう。ありがとうございます。あとは私が頑張ってお洗濯しますね。仕入れてた資材の書類はできました。説明書の通り点検もバッチリです。どれどれ、うん、どこも間違えておりませんな。ありがとうございます。よかった。最初はどうなることかと思ったが、なんだ、本当に作業のペースが速くなってやがる。こんなやり方があるとはな。皆さんに助けてもらってるおかげです。本当にありがとうございます。私も衣装を着るのが恥ずかしい時にすずめさんに優しくしてもらいましたから。誰かに優しくしたら自分が困ってる時にちゃんと帰ってくるす。自分だってすずめさんが意地悪な人だったら手伝ってないし。よかったね、すずめ。ちゃんとみんな分かってくれて。感動で泣いちゃいそうです。本当の本当にありがとうございます。で、どうだよ、すずめがどじっても作業はなんとかなる。俺はもう文句はねえ。お前らは。まあ確かに前よりマシにはなったけど、結局ドジは治ってないってことだろ。今までがひどかったから、マイナスがゼロになっただけじゃ手放しには喜べないわ。そんなことありません。すずめさんのドジはすでに作業時間の短縮に貢献してます。いや、まあそうなんだが、実はスズメのドジで遅延した作業時間を取り戻すにはまだ全然足りてねえんだよ。これからも頑張ります。このままのペースで作業を続けていけばきっと。でも一つあたりの作業で短縮できる時間ってそこまでがっつり多いわけじゃないんすよね。種まきがそうだったんだけど、もう終わっちゃってるし、あとはコツコツ数分短くするっていうのを繰り返すしかないかも。そんなちんたらやってたんじゃ、スズメのジョーちゃんがドジを帳消しにする前に花祭りの日になっちまうぞ。残りの作業で時間がかかるのは、屋台の出店スペースの整備。ここって確かすごく時間がかかるんじゃありませんでした？そうですね、ここの作業を一気に終わらせられたら本来の予定よりいいペースになると思います。だったら新しい作戦でいきましょう。攻めのドジ運用です。本当に広場の倉庫を整理するだけなんですか？気をつけなきゃいけないこととかってあります？何もないので大丈夫です。いつものすずめさんらしく堂々とお仕事してください。
わかりました。それじゃあ早速やってみますね。村長さんから借りた本に書いてあったんですけど、大きな利益を出すには危険を恐れてはいけないんです。おい、ジョーちゃんがいなくなった後で怖いこと言うな。ジジイからなんて本を借りたんだ。老後のための 100% 絶対勝てる資産運用という本です。村長さん曰く、この本のおかげで50万ルピを1万ルピにすることができたそうですよ。さも成功したような語り口だけど、ボロ負けじゃねえか。崖に何進めてんだあのジジイ。でも書いてあること自体は正しいと思うんです。大きな結果を出そうと思うなら、難しいことに挑戦しなきゃいけない時もある。つまりドジが起きるのを待つんじゃなくて、自分からドジをしてお仕事を成功させるんです。ドジで成功って、この広場でやる作業は草むしりとゴミ拾いだけど、それをドジして片付けちゃうってこと？すぐにわかります。そろそろですから。お掃除魔法でちょっと袋を動かしただけなのに爆発が。どうしてですか？おい、まさか強化が仕組んだのか。さすがにわざと爆発させるのは。いえ、何もしてません。スズメさんはお掃除魔法でしょっちゅう爆発を起こしてると聞いたので、倉庫の整理を頼んだらこうなりそうって予想したんです。まあそうだね、スズメならやってくれるって信頼はあるよ。私はスズメさんや関係のない動植物が燃えないよう魔法で爆発の流れを制御してるだけなんです。これならゴミと雑草だけ焼くことができると思います。解説してないで助けてください。近くにあった水をかけてるのに全然火が収まらなくて。今スズメさんが抱えてるの油の入った樽なんじゃ。スズメさんが火に油を注ぐのも想定内なので安心してください。確かにどんどん雑草もゴミも燃えていくけどよ、よくここまで思い切れたなお前。スズメさんのことを理解してしっかりと準備をする。そうすれば今まで短所だって思ってたことも長所に変えられるんですよ。すごくいい話をしてくれてるところあれなんすけど。くれずすぎて話が頭に入ってこねえ。なんであいつは火を消そうとして肥料の袋をぶちまけてんだ。うちで使ってるのは可燃性だから余計悪化するぞ。多分土をかぶせてるつもりなんじゃないかな。慌てまくってるから絶対袋の注意書きとか見てないよ。そうだ、これにさっきの水を混ぜてかぶせたら火も消えるはずです。火に強いものをかけ算するわけですから。おいバカやめろ、さすがにそれはまずい。いやー、また大きい爆発が。お嬢様、スズメは今度こそおしまいかもしれません。今までお伝えできて幸せでした。ローカちゃんが魔法でかばってくれてるって知らなかったら本気で頭抱えてる状況っすよ。でもこれがスズメさんの才能なんです。ドジでとてつもない被害を出すってことは、それだけのエネルギーを生み出してるってことですから。そいつを向ける方向を整えりゃ強力な武器になるってことか。最高効率で適切な箇所だけ焼き払ってるのを見ると、ドジメイドのままでいてくれって思っちまうけどよ。広場の整備なんですけど、
スズメの嬢ちゃんが全部焼き払ったんで30分ほどで終わったぜ。しかも関係ない草木は焼かずに綺麗にゴミだけ片付けてある。頑張ってみました。皆さんいかがでしょう。ご満足いただけたでしょうか。破天荒もいいところだけど、でも結果は確かに完璧だな。さすがにここまで頑張ってくれたのにまだ疑うのは意地悪が過ぎるわね。今までの非礼をお詫びするわ。もちろんリュウジにも。おいおい、マジで言ってんのか。今まで全然よろしくやろうって空気じゃなかったってのによ。当然だ。双方壁を作っておったんだからな。まずはどちらかが意地を捨てて歩み寄る必要があった。あ、村長さん、その結構派手な作業になっちゃったんですけど大丈夫でしたでしょうか。私も結果が出てるのなら文句はありませんよ。むしろ見た限りあなた方が来る前より状況は好転しているようだ。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。そんな私だって他のみんなに助けてもらってばっかりで相変わらずドジしかやってないですよ。だとしたらそのドジは天からの賜り物ですな。あなたがドジをしてそれをリュウジたちが助ける中で村の問題が一つ片付いたのですから。本当に結果を出したらみんなの態度が変わっちゃいました。ありがとうございます、まつりさん。自分はちょっとアドバイスしただけっすよ。具体的な方法を考えたのは京花ちゃんだし、すずめさんもくじけず最後まで頑張ったっす。くじけず頑張ったとは言いますけど結局ドジは治ってないですし、リュウジさんも付き合ってもらってすみませんでした。いやー、そのだ、俺も最初は疑ったりきついことを言ったりして悪かった。ジジイの言う通りだ。お前らのおかげでいろいろ風向きが変わってきた気がする。迷惑じゃなけりゃこれからもよろしく頼むぜ。こちらこそよろしくお願いします。水場が外にしかないのでお外で歯磨きしないといけないのはちょっと不便ですね。あなたもついてきてくれてありがとうございます。念のため言っておきますが怖かったわけじゃありませんよ。一人じゃ寂しいかもって思って誘ってあげたんです。でも後でトイレにもついてきてください。あれ、リュウジさん、こんな時間に作業をしてるんですか。ん、ああ、明日の準備に必要な飾り少しでも進めとこうと思ってよ。それは明日みんなでやればいいじゃないですか。リュウジさんだけ遅くまで頑張る必要はないですよ。いいんだよ、俺がやりてえからやってるんだ。どうにも昼間の光景が頭から離れなくてな、眠くなるまで手を動かしてんだよ。え、ごめんなさい、そんなに怖かったですか。スズメさんが広場を焼き払ったの。そっちじゃねえ、村の連中の態度が変わったことだよ。それはいいことじゃないですか。どうして眠れなくなるんですか。俺もスズメの嬢ちゃんみたいにどんなにドジをしても腐らずやってたらギャングをやらずに済んでたかもって思っちまってよ。あの、そのどうしてギャングになったんですか。聞きにくそうな顔して結局口に出すところはまだガキだな。まあ大した話じゃねえよ。俺もあいつと変わらなかった。どんな仕事を始めても失敗ばかりでよ。ただ違うのはすぐに諦めて仕事をコロコロ変えたってことだ。
それでもうまくいかなくて、最後は盗みで稼ぐようになってた。それがギャングのボスの目に留まって、本格的に道を踏み外したってわけだ。誰も助けてくれなかったんですか？リュウジさんがうまくいかなかった時は。誰も助けてくれなかったよ。ギャングに入ってからも下っ端で、捨て駒みてえな仕事ばっかり押し付けられた。ああ、無茶な盗みに入ったところをガキに見られてな。ちょうど強化くらいの年だった。ボスからは見られたら殺せって言われてたんだけどよ、いざその時が来たらできなかった。それで自首したんですね。偉そうに言ってたけどよ、俺はお前らよりずっと根性なしなんだ。普通の仕事も続かねえし、悪党としても覚悟が足りねえ。それがどうにも情けなくてな。情けなくないと思います。おいおい、ジョーちゃんまで起きてたのか。すみません、お水を飲みに行ったら話し声が聞こえてきたもので、全部消えてしまいました。リュウジさんもみんなと助け合いながら、というか私が一方的に助けてもらってる感じですけど、とにかくうまくお仕事できてるじゃないですか。だから今度こそ大丈夫です。やり直せると思うか？今からでもよ。助けてもらった分、私も力になりますから。頑張って花祭りを成功させて、皆さんに認めてもらいましょう。ああ、そうだな。俺もここを片付けたら寝ることにする。お前らもいい加減だろ。はい、明日も頑張りましょう。それじゃおやすみなさい。出てこいよ。今さら俺に何の用だ、ボス。さすがだな。見てくれは間抜けになったが、泥棒としての勘は鈍ってないらしい。っていうか、マジでその格好は何なの？罰ゲーム？好きでやってるんじゃねえ。格好の話はやめろ。あと、ここに金目のもんなんてねえから消えろ。そんなことはないだろう。農作物はたっぷりあるし、何より花祭りには分厚い財布を持って観光客が大勢やってくる。何が言いて？仕事の話だよ。花の世話なんかよりずっとお前向きのな。